はい、みなさんこんにちは。ゆうカフェのゆかとすんちゃんです。すんちゃんはたった今大阪から戻ってきたんですけど、はい、今回は忙しかったね。すんちゃん忙しかったです。じゃあ、それではなんかすんちゃんが買ってきてくれたっていう、これから海外とか行ったり、まあまあもちろんうちらはいつでもお互いのお土産買ってくるじゃん、うん、ね、いつもリップとか買っていくじゃん、こちら。そうだね、俺ね、いつも私がビビクリーム試して店員さんと、いやあんまりカバー力がもうちょっと薄い感じの、なんかさっぱりする気ないですか、そういう感じでね。そう、超プロなの、買い方が。そうそうそう。で、今日は何時間前ですね、ちょっとブラブラして、まあ床を見て、あ、これ床にお土産したいのだけ買ってきたんです。注目の結果は、ありがとう。とりあえず、はい、1つ目、一つ目、なんか良さそうなパック。なんか良さ、絶対すんちゃん全部使うじゃん。良さそうなパックです。ありがとう。なんか金が入ってる感じだかな。なにこれ、人気みたいな感じだった。なんか大人気、また騙されたけどね。ほんと、初めて聞いた、良さげ。あ、ダブルヒアルロンさんじゃん。ありがとう。はい、次、喉の飴じゃない、喉の薬。ありがとう。大事大事。一番大事。今、おお、扁桃腺の歯です。これは水なしで飲むやつです。あ、そうなんだ。すごいいいと思います、私は。ありがとう。必要だった。まずそう。いや、美味しい。食べたことある。行こう。本当？私が試してよかったから買ってきたの。ああ、結構効いた。結構効いた。次、なや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 。そう、物もらいよく私なるから、物もらい結膜炎に。めっちゃやらかい。この物もらいがちょっとおもろいのがあって、うん、一回ゆかに物もらいを教えてもらって、うん、でもそれ忘れて、うん、なんかなんとか、なんか買う時ライなんか感じだった。だから店員さんに、あの、なんかもらい、なんかメガもらいんですけどって言われたら、店員さんがって言って、あ、なんかメゴもらいって。メゴすごい、もう何回もらいもらいって言って。大変だった。最後はやっぱここになんかできみたいなできるんじゃないですか、なんか。あー、言った。そうそう、あー、ものもらい、あー、それですって言って買ってきました。すごい、ありがとう。次は、ま、なんか病気の人みたい。喉シュッシュです。喉シュッシュ、わー、ありがとう。しかも喉ヌール買ってきてくれた。そうそうそう、ありがとう。これ床なかったら高かったやろ。これ高かった、うん、でも床が使うからしゃあないなと思って。最近、ね、最近必要だね。ありがとう。はい、次、おー、洗顔。おおー、ホワイトクレイ、パーフェクトホワイトクレイ。あ、これでもちょっと使ってみたかった。ほんと？うん、買ってきたの。よかったね、うん、一緒に使おう。ちゃんのじゃん。じゃあ次はニキビ用のクリーム。すんちゃんのじゃん。違う違う、改めて。私は隣で試すだけ。すんちゃん用じゃん、これは。違いますけど、ニキビ用のクリーム。大人ニキビ、ほんとだ。フェイスラインの切れ物、絶対すんちゃん用。何じゃあパス。次、ゆかが好きなジェリーです。おー、なんかポード好きだから、こんにゃくゼリー。これなんか久々に食べたくなってお願いしたんです。こんにゃく畑です。はい、ねえ、あとはゼリー、またこれもなんだ、ちっちゃいタイプかな、でも買ってきてくれました。イエーイ。あとまたジェリーやばい、お土産にしてもいいのかな。ありがとう。ゆか、あのポード好きだからね。確かに。あと、飲むゼリー。本当だ。ウケる。こんな買ってきてくれたの？そう、ポド好きだからね。ポドゼリー。また？そうそうそう。ご飯はこれにし。やだ。と、ゆかちゃん、チャー。うわ、またおよちゃん。でもこれ入れるやったから、こっちの楽じゃん。ああ、そういうことか。いつも出すのめんどくさいやろ。本当だ。ほら。ティーパックタイプのおよちゃん。ありがとうございます。すごい、家に緑茶ばっかりあるの。これ、のどすす、また。またえ、これは、なんか、すごい、涼しい。ほんとだ、メンソール。メンソール、そうそうそう。なんか、床結構、のどすすで敏感だから。そう。結構選ぶからね。そうそう、ありがとう。結構です。よく、喉痛くなるからね。そうそう。あと、なんか。え
七味買ってきた。すごい七味唐辛子。じゃじゃん。めっちゃいいかなって思って。いいと思う。ね、うん、いいと思う。いつもうちらはなんか汁とか高さにされてんじゃん、チゲもこうやってトトトカムだな。チャルス。イエス。ナイス。七味。七味な。七味な。あとマスク。イエーイ。だって白いのなくなりそうだったじゃん。でも今の反応はイヤホンなしだね。何やったっけ、あとそろそろ、あとこれ、あ、これテンガだ。なんでテンガ買ってきてんの。いや、お土産ですよ。あー、友達のな。あとテンガです。なにこれ。卵用のテンガです。なんでどうやってやるの。わかんない。でもこれパパとママを見てるからダメだよ。お土産です。お土産です。うん、お土産な。メンソールのテンガを買って。これすごい効く喉薬です。またこれやばいの。聞いたの。それめっちゃ来た。だから。あ、本当飲んでる。やばいやばい。私結構蚊に移ってて、そんな痛かったです。これ本当に効くんです。あ、そう。うん、あとは私の移っちゃったみたいな。あのジャシー。うわー。ビビー。わかんないよ。ありがとう。なんかだからね。あ、すごい。クリアショルダーバッグついてる。イエーイ。あとは、うん、終わり。終わり。終わり。ありがとう。全部で。本当に2泊3日だよね。まあ2泊3日っていうか、夜ついて3日目の朝に来るやつだから全然時間なかったのに、こんなに買ってきてくれた。だから私買い物好きですけど、私本当に一人でドンキホーテで6時間いたことあるじゃん。うん、ある。もう本当に好きでドンキホーテが。うん、本当に長いもんね。東京都の釣り屋さんとか買い物、うん、なんかちっちゃい買い物が好きで。確かに企業とかも。でもこの回は時間なくて、企業も取れなかった。本当時間なかったの。お疲れ様でした。はい、全部で2万3000回取る釣り屋です。ありがとう。はい、またあの次はゆかちゃんがもし東京いたら、私のお土産は何にするかはそれは分かんないぞ。ありがとうございます。はい、それではこんな感じのすんちゃんのお土産リストでした。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、してすんちゃんのバコ本とバコブーブもよろしくお願いします。はい、昨日新作アップしたので、かわいい新作がサイトで見れるようになってます。よろしくお願いします。はい、それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。多分私の動画もすんちゃんの初めてのあるんだ。あるよ、 Vlog が。あるあるある。それではバイバイ、アンニョン。